あやぴです。えいちゃんです。せーの、こんにちは、ラリーズです。はい、はい、ということで皆さん改めまして、はい、こんにちは、こんにちはこの度エラリーズのチャンネル登録者数が200人を突破しました、はい、ありがとうございます。本当にありがとうございます。もうすぐに300人来そうなぐらいになるくらい、ね、うん、一気にね。なので改めて、はい、自己紹介と、そうですね、これまでコメントでいただいた質問に答えていく、うん、はい、ちょっと今回は出させていただきたいなと思います。はい、あやぴです。えいちゃんです。はい、好きなように呼び捨てないでも呼んでください。私も好きなように呼んでください、はい、何がいいんですか。そうですね、質問にあったら何がいいんですか、はい、っていう。私は94です。お、意外と上なんですよ。イエーモネクで言うとね、ミニョクとかキヒョンちゃんとか、うんうんうん、キョモと全く同じみたいな。うんうんうん、確かに私がリノと同じ99ラインでございます。イエーイ。じゃあ結構データが、そう、意外と私とは見られないんですけど、私がいないから、うんうん、ヌナヌナヌナって私オッパって呼びたかった。私はヌナって呼ばれたかった。間にセブチが全員いる感じだった、ね、そう、確かに。じゃあ次、誰ペンですか。あ、そうだ、これ結構リアスも来たんだよね。これちょっと答える前に、はい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 、毎回言ってる前置きがあるんですけど、はい、私たち本当に全員好きなんですよ、うん、全員が大好き、全員かっこいいっていうのを前提として推しについてとか、うん、はい、これからのこと語らせてもらいます ね、 ね、推しは、私はエスクプスです。私は星くんです。イエーイ。顔で言うと誰が好きっていう質問がありましたね。私は、はい、シュワちゃんです。私はウォムさんです。わー、お互い違うんですよ。ニオシは、はい、ニオシは、はい、ウータンです。私はウォムさんです。はい、推しを好きになったきっかけ、これはすごい覚えてます。私は、うん、最初は全然あんまり注目して見てなかったんですよ、うん、クプスのこと、うん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 、でなんですけど、ある時に YouTube の関連動画に流れてきて、はい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 、ロングインタビューを見た時に、私たちもともとアイドルやってたんで、はいはいはい、その答え、クプスの答えにめちゃくちゃ共感できてて、うんうん、私は年齢が上の方だったので、うんうんうん、リーダーではなかったんですけど、うん、グループをまとめる立場にいたんですね、うんうん、だからそのクプスの答えに、うんうん、すんごい共感できて、わかるわかるみたいな、そういうのあるよねみたいな、グループのあり方とか、うん、事務所との間のこととかめちゃくちゃ共感して面白く見てたんですけど、うんうん、その中で、うん、なんかの質問の時に、うんうん、クプスがこれ言っていいのかなみたいな、うんうんうん、言いつつ、いや俺は事務所よりもメンバーの方が大事なんで、大切なんでってこう、うんうんうん、バシッと言い切った時に、はい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 、でもね、この人めっちゃすげーって思って、うんうんうん、そう、かっこいい、こんなのそう、うん、普通言えないし、まあそれにね、事務所とのちゃんとこれまでの信頼関係もあるからこそ言えることだろうし、うん、メンバーが大好きだから言えるんだろうなっていうのを、うん、こうそこで思って、うんうんうん、もうそこからそっからもうズブ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 と、うん、沼にね、そう、沼にはいはいはい、はまっていって、うんうん、はい、そっからクプスが、うん、私にクプスペンなりました、はい、私が星くんを好きになったきっかけはですね、はい、まず私は星くんの歌声がすごい好きで、うんうん、もう本当に星くんの歌声が好き でそこから星くんのことをちょっと気になり始めて、星くんのパートとかすごい YouTube とかですごい聞いてて、あとバラエティをよくそこから見るようになって、でだんだん星くんの人間性に惹かれてって、本当に星くんっていう人間がすごい好きで、うんうんうん、私のこう、まあ、理想とする人間像でもあり、尊敬できる部分もあって、で本当に星くんの努力家だなところだったり、あと可愛いところだったり、うん、あとギャップがすごいところとか、そうですね、星くん、いや本当に星くん本当に人間として本当に私が憧れる理想とする人間像で、もうそっからずっと私は、あ、この人めちゃくちゃ人間としてかっこいいなって思ってから、私はずっと星ペンとしてやってます。やってます。お互いそんな感じでやってます。ワルツいつ参戦しますか。あ、そうだそう、ワルツ参戦、ね、はい、しますってこの前言ったんですけど、はい、そうですね、私たちは31日と、はい、
11月8日ですね、はい、その2日間参戦します。はい、横浜と幕張ですね。そうですね、参戦していただきます。はい、同じ日の人いますか？うん、なんか会いたいな。会いたい、まだこんな全然登録者全然あ、そういないんですけど、でもね、今もし見てくれてる方で、そう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 、もし行くよっていう方がいたら、もうぜひぜひね、お会いしたいです。ですけど、でも8の方いたよね。なんか8いますね、行きますって人いて、そう、あ、一緒だ、そう、一緒だ。でもぜひぜひこの辺をからね、もし買ってください。会いたいです、うん、って勝手に思ってます。はい、もちろん会わなくても大丈夫です。お互い楽しみましょう。これまでね、なんかルーティーンやってほしいですとか、うん、先生服見たいですってリクエストも送っていただいて、本当にありがとうございます、ありがとうございますなって思うんですけど、はい、他にもなんか結構セブチ関連の動画上げてほしいですって言ってくださる方がいて、はい、で、うんうん、そう、なんかどういうものをみんなは見たいかなっていうのはすごい気になるので、もしね、そのセブチ関連でこういう動画やってほしいですっていうのがあったら、ね、もっとお気軽に、はい、あのコメントしていただければなと思います。はい、はい、で全部絶対やりますとはまだ言えないんですけど、そう、そんなすごい参考にさせてもらえるし、はい、そうやりたいし、もちろんセブチじゃなくても、うんうん、こういう動画見たいですっていうのがあったら、うん、もちろん、はい、常にリクエストをつけているので、はいはい、お気軽に教えてもらえたらなと、はい、嬉しいです、思います、はい、これからもぜひね、はい、応援してくださると嬉しいです、はい、嬉しいです、よろしくお願いします、はい、ということで今日はここまで。